フジテレビの三田ゆりかアナウンサーが21日に自身のインスタグラムを更新し、ヒラリー・クリントン元米国務長官にインタビューしたことを報告。インタビュー後にかけられた言葉に、泣きそうになりました。と綴っている、現在来日中のヒラリー氏にインタビューをしたことを報告した三田アナ。第42代アメリカ合衆国大統領ビル・クリントン氏の妻で、最強のファーストレディーと呼ばれ、その後は国務長官も務め、また、初の女性大統領の有力候補として、妻として、母として輝き続けるヒラリーさん、と紹介しつつ、実際にお会いするととても優しくて温かいお人柄に感激しました、とその人柄に感銘を受けた様子。バル、インタビューを終えた三田アナは、ヒラリーさんの言葉一つ一つに重みがあり、力があり、そのまっすぐな眼差しに引き込まれました、と振り返り、緊張で私はガチガチでしたが、インタビューが終わった後に、とてもいいインタビューだったわよ、と言っていただけて、泣きそうになりました。と、感極まった様子で回想。インタビューの模様は、この日放送のライブニュースアルファ、フジテレビ系、毎週月曜から木曜23時40分、金曜24時10分で放送するとのことだ。